ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は黒帯親分デューク興務家について触れてまいります。カリフォルニア生まれの日系アメリカ人デューク・ケオムカは反日感情の根強く残る南部アメリカマットを中心に活躍しました。空手着に黒帯という独特のいでたちは瞬く間に大きな話題となり、全米マット界屈指のヒールレスラーへとのし上がりました。オリエンタルクローを武器に全米マット界をのし歩きましたが、アイアンクローを武器とするフリッツ・フォン・エリックとのクロー対決はダラスマット屈指の人気カードとなりました。トップヒールとして全米マット界をのし歩くだけではなく、日本の若手レスラーの受け入れにも積極的で、猪木寛治や草津清正らは清武家とのタッグを皮切りに海外武者修行の旅をスタートさせました。様々な日本人レスラーとタッグを組んできた清武家ですが、やはり最高のパートナーといえるのはヒロ・マツダでしょう。清武家とマツダは NWA 世界タッグを筆頭に様々なタッグタイトルを総なめにしました。そしてフロリダ地区のプロモーターエディ・グラハム死去後は共同プロモーターとしてフロリダ地区の発展に寄与しました。ジム・クロケット・ジュニアにフロリダ地区を買収された後、プロレス界からは完全に撤退。1991年デューク・ケオムカは70歳の生涯を終えました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は黒帯親分デューク・ケオムカについて触れてまいりました。